こんにちは、かくすけです。やっていきましょう。魔女の泉 R 続きです。いや、決死隊に入ったことでね、またこのメインの画面が賑やかになっております。じゃあ行きましょうかね。データ読み込み、カンナちゃんにね、決死隊のことをお知らせしに行くところなんですが、そうでしたそうでした。あのねお出かけの、エリオン神殿、ここら辺で、私、杖の素材の、白菜の角を取ってたんだけれども、よいしょ。ここのね、ちょっと待ってね。ここのね、後ろ登ったとこに、ジヤホー！まあ、この子がいたわけなんだけれども、そこからね、見えないこの道先に行けたんですよ。見つけた、よかった、見つけられて。で、その先にはルカちゃんがいます。ルカを見かけるなんて珍しいっすねとか言ってたあのルカちゃんですね。カリコは一回召喚解除しましょう。行くぞルカ、戦う。翼が退化した小さなドラゴン、移動速度がとても速い。よし、大丈夫かな。もう常に精神支配でいくパターンでいきます。まだ、あ、でもミスで仕返しでやらかすことあるんだよな。物理一回アタック、うおー、やばい、ミスらないでね。ミスらないでね、お願い。あ、でも素早い子だからミスらないか。よし、じゃあ精神支配いけ、やったー、一発だー。ルカの爪、はーい。翼が退化した小さなドラゴン、移動速度がとても速い。お、じゃあ乗っていくのにぴったりなのでは。あ、餌は何が好きかな。うんうんうん、召喚コスト3、あははは、ブリリオンと同じくらいか。餌をやる。自分の爪に興味あるわけないな。よいしょ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 。ここら辺で手に入るものだと思うけど、ブサイクドリの肉か。そうかそうか、主人にターンをパスする。へえ、あ、そんなの、へえ、珍しいな。あ、ブサイクドリの肉なくなっちゃった。倒すか。召喚してみよう。やった、乗らせて。わ、早い。早い。あ、それになんかある。やった、能力上昇のやつ発見。わ、移動に便利だな、この子は。ゆかちゃん可愛いし、家にも配置できそうだな。あ、やった、配置。わー、可愛い。早い。よし、じゃあ戦いましょうか。はーい、ブサイクドリ1。あー、避けないな。私の番ね。魔法石板いっぱい当たるやつするよ。オッケー、いけ。準備できたよ。はい、アタックでおしまいです。楽勝楽勝。よしよしよし、あげよう。餌をあげます。はい、ルカの好感度が最高になりました。戦闘時、ルカのスキルの威力が上昇します。やったー。お、地上登場型ね。パイベリーの基本速度がアップ、やったー。ハイベリーに基本速度がアップ、それって移動なのか、それと
も普通に戦闘とかでもなの。それだと結構強いぞ。うん、あ、ついでに白サイの角を集めさせてください。結構ビリッとするよ。よいしょ、ポン。わあ、私の番だよ。よし、あ、では命の木入らないもんな。これだ。待って、光るよ。そりゃ、わあ、倒せてない。よっしゃ。ターンパスか。や、いいよ、角でついて。あ、選べるっていいね。どっちか選べるんだ。片方しか入らないもんな。よし、使えた。よしよしよし。待って、光るよ。うん、私の勝ち。白サイの角1個しか手に入んなかったぞ。よいしょ。そしてここに回復があって、さらにほい、戦わせてね。ほい、5連続アタック、トン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 。はい、今回は1頭ずつ倒そう。あー、でもやっぱ魔法使おう。ビリビリするよ。ドーン、やっちゃって。まあルカ自体はそんなにやっぱ強くないね。ターンパスして、命の木。あ、しまった。アルア様の矢からやるべきだったな。あ、そしてさらに来たね。オッケー。楽勝楽勝。いいね、いいね。よし、じゃあ一回帰りましょうか。で、カンナちゃんにお知らせ。カンナちゃん、お父さんがなんか教皇様側にで働かされてることに不満を抱いてたような気がするんだけれど、どうだったっけね。むしろ嬉しいかな、決死隊に入ってるっていうの聞いたら。あ、全然足りないやー、角。よし、かわいい、大きい。結構大きかった。じゃあ一回寝ましょう。よし、ではでは、カンナちゃんにお知らせに行きましょう。空間移動の、堕落鉱山の入り口ですね。よいしょ、ここだな。あ、これじゃない。これだ。どうするんだろう、この子たちも一緒に入ることになるのかな。ムササビ団も。あ、できてる。復活してる。カンナ、いい知らせがあるの。何、教皇でも死んだ？それはいい知らせすぎるな。誰が殺したんだ？それは本当か？信じちゃってる。それよりももっといい知らせだよ。どうかな、お父さんがいるって。あ、うるうるしてる、目が。それ本当か、お父さんが。うん、本当に生きてるの。あ、よかったよかった。あ、死んじゃったと思ってたんだっけ。教皇に殺されたかなんか。決死隊の隊長のおじさんが言ってたよ。よかったなあ。そっか、親がいない同士みたいな話してたもんな。お互い見つけたね。リーダー、本当に良かったな。漠然とした期待が現実になったぞ。うん、諦めずに信じた甲斐があったな。よかったな。教皇とはいえ、天才を簡単に殺すことはできないさ。よし、僕もゴーレムの整備にさらに力を入れるぞ。教皇のゴーレムを全滅させられるほど頑丈に作らないと。うん、みんな気合い入ってるね。いいねいいね。カンナの言う通り、決死隊がいたよ。カンナはいつ合流するの？うん、一
今すぐにでも行きたいけど。あ、そっか。2号と3号の修理が完全に終わったら行くよ。オッケー。3号はすでに修理が終わってるんだ。火力もマックスに達した。でも、ん？でも？エンジンの耐久性にまだ満足いってないんだよね。火力はいいんだけど、戦場で長くは持ちそうになくて。そっか。お父さんの設計図を完璧に理解したら解決できる問題なんだけど、ちょっと難しいんだ。そうか。最初のスチームエンジンが残っていればかなり役に立つのに。最初のスチームエンジン、それって私に手に入れてきてほしいってこと？あれ、遠回りに言った？いや、もうとっくにそのエンジンは強行に奪われたよ。取り返すのは事実上不可能なんだ。そっか。単に残念すぎて泣き言を言ってみただけ。うん。お、あ、ちゃんとたどり着けたようだな、ラルフ。ラルフ、ここにはどうやって？私が呼んだの。私たち重要指名手配リストに載っちゃったから自由に動けないんだ。そんなすごいことになってるのか。頼んだものは手に入れてきてくれと。次からは座標から少しずれたところに手紙を飛ばせよ。危うくお前の信号弾に当たって死ぬとこだったんだからな。いつもありがとね。やっぱりラルフに不可能なことはないね。報酬は何がいい？手紙にも書いたけど、今はゴールドがないんだ。その代わり。いや、ゴールドなら結構。俺の条件はただ一つ。おや。お前のゴーレムを俺の事業に貸してくれ。それは絶対ダメ。だって私のゴーレムは戦場で戦闘兵器として使うって。なんでわかったの？俺に知らない噂はない。それに今すぐ貸してくるってわけじゃない。あ、俺がそのゴーレムを使いたいのは戦争が終わってから。何がしたいんだろう。戦争が終わってから？戦争が終わって破壊された地域を再建するにはかなりの労働力が必要になる。その時にお前のゴーレムを使うんだ。これは莫大なゴールドを稼ぐ機会になるぞ。できれば強工場まで崩れてくれれば嬉しいな。優しさではなかった。ラルフ、そこまで計算してたの？この大陸最高の商人って言われるにはちゃんと理由があるんだよ。うん、それはそうと、マッツが作った最初のスチームエンジンが必要なんだろう？そうなの。でもいくらあんたでも強行のものまで手に入れるのは無理だよね。違法ルートは俺の領域外だ。ああ、そうなのね。でもそれは方法がないって意味ではない。本当？どうすればできるの？エンジンは今強行場にないんだ。お、赤ひげが持ってるから。赤ひげが持ってる。赤ひげ、あ、あんたが前に話してたやつのことか。なんか聞いたことあるような気もするね。そうだ、勇士たちがエンジンをこっそり奪って赤ひげに渡してからかなり経った。へえ。赤ひげ？闇のルートでしか取引しない危険なやつだ。闇取引という闇取引に手を出してる。俺はその逆だ。合法的な取引しかしない。魔女と取引するのは違法じゃないの？ふん、そういうのは奥の手って言うんだ。違法なのか。魔女との取引を制限する法律なんかないしな。それに法が適用されるのは人間だけだ。魔女は魔物に分類されるから問題ないってわけさ。そうなのか。まあ魔女との取引が見つかったら困るがな。処罰するかどうかは法じゃなくて教皇の気分次第だから。ラルフ、じゃあ代わりに赤ひげに会ってくれない？知っての通り、最近警戒が厳しくなったせいで私たちは思うように動けないんだ。それは俺も同じだぞ。俺が赤ひげの目についたらすぐに殺しにかかってくるはずだ。あんまり仲が良くないんだね。代わりにこれを持っていけ。赤ひげの興味を引けるかもしれない。何？何これ？赤い宝石。おー、奴が密輸しようとした王宮の宝石だ。なんというものを。だが俺が正式ルートで在庫を全部横取りしたんだ。赤ひげがこれを見たら
驚きのあまり卒倒するだろうな。なるほど。じゃあ遠慮せず受け取るよ。それで早速この宝石を赤ひげに渡さなきゃいけないんだけど、どうしよう。私たち盗賊団は動けないんだった。誰か代わりに行ってきてくれたら助かるんだけどな。これは遠回しに言ってるな。もうそんなに遠回しに言わなくてもいいよ。どの道私たちの目的は同じじゃん。いいね、話が通じてよかった。もちろんタダでお願いするわけじゃないよ。エンジンを手に入れてくれたらそのお礼にサンゴを好きなだけ使わせてあげる。やった。お礼ってエンジンの耐久性を試したいだけでしょ。意外と頭の回転が早いんだね。意外って言われちゃったね。あんたは勇士たちとの実戦経験が多いからデータを集めるのにぴったりなんだよ。わかったよ。私が赤ひげに会ってみる。オッケー、すごい。王宮でしか見られない珍しい宝石、正式ルートで全部横取りってどうやったんだ。すごい、頼もしいな。やっぱりリーダーの目に狂いはなかったぞ。ほらね、私が言ったじゃん。この子を押して正解だったでしょ。そんな感じだったっけ。赤ひげに会うにはバベリア町を通らなくちゃならないんだ。対策はあるのか。なら心配いらないよ。私人間そっくりに変装できる服を持ってるんだ。しかもバベリア町の貴族たちが着てる服なんだって。だから絶対に誰にも疑われないよ。ご主人様、もうその服はサイズが合わないと思いますが。そうね。あ、そうだった。私の体成長してたんだった。どうしよう。セラに新しい服をお願いしてみようかな。服さえあればいいのか。お、ちょうど俺が彼女に発注した貴族の衣装があるんだが、今のお前に合いそうだな。ああ、そうなの。必要なら俺の名前を伝えてそのまま着ていっていいぞ。在庫は十分にあるしな。お、なん、え、いいの？そんな。本当にもらっていいの？すごく高いんじゃない？ねえ、貴族の服だよ。俺は投資をしただけだ。ああ。これが成功すれば、俺はバベリア大陸最高の金持ちになれるはずだからな。そうね。かなり思い切った投資だね。もはやギャンブルじゃない？さあどうかな。う、俺はゴールドの流れの予想を外したことがないんだぜ。なら私も思い切ってかけてみようかな。よし、戦争が終わったらこのゴーレムたちを思う存分使わせてあげる。そしたらお父さんも喜ぶと思うしね。うん、もともとこのゴーレムたちは人助けのために作ったものだったし。そう言ってたね。取引成立だな。近いうちに契約書を持ってまた来るよ。そうだ、どこに行けば赤ひげに会えるの？バベリア町とケンツ山の間に奴のアジトがあるらしい。うん、詳しいことは直接調べてみてくれ。はい。バベリア町とケンツ山か。セラのところに行こう。はい。どうやって町に行くつもりっすか？その服はサイズが合わないっすよ。ララクの実が落ちてるところに行ってみる。なるほど。セラが実を拾いによく来るから。はい、セラを探す。ララクの実が落ちるところに行こう。セラがいるかもしれないよ。はーい。召喚。わー、いるか。早い。実が落ちてるところは、あ、もう一個あるぞ、もう一個。よし、下の方だよね、多分。え、これ勇士キャンプか。こっちか。あ、この辺な気がする。あ、この3人がいるぞ。みんな、やっほー、大きくなったよ。かわいいお姉ちゃん、こんにちは。俺たちのことを知ってるの？まあ、びっくりするよね。かわいいお姉ちゃん。嬉しいな。私だよ、私、バイベリー。バイベリー？わあ、かっこいい。
体が大きくなったの。俺も早く大きくなりたい。秘訣は何？かわいい。私たちにも教えてよ。魔法のポーションを飲んだんでしょ？いや、そうじゃないんだ。詳しいことは今度教えてあげる。ところで、みんなはここで何してるの？姉ちゃんの代わりに身を拾ってたんだ。ダビドのお姉ちゃん、病気にかかっちゃったんだ。本当？セラが病気？うん、ララクの実の中毒になったんだ。あ、そんな危険な実なの？ララクの実の中毒？どういうこと？肌の色が少し紫色になって体が弱くなる病気なんだ。命に別状はないけど、姉ちゃん数ヶ月ずっと寝たきりになるかもしれない。心配になるな。中毒っすか。実が唯一の食料なのにちょっとかわいそうっすね。それでなんだけど、パイベリー、ゴリラグサを手に入れてきてくれないかな。ゴリラグサ？ゴリラグサ？うん、水牛ゴリラのおでこに生えてる草を食べたら解毒できるらしいんだ。任せろ。水牛ゴリラはものすごく凶暴だから俺たちは近づくことすらできなくて。任せろ。そういうことなら私に任せて。すぐに持ってくるよ。はい、ゴリラグサ。セラがララクの実の中毒になったみたい。ゴリラグサを手に入れてセラの体に入った毒を取り除こう。これは早くやってあげたいね。どうしたら俺もそんな風に早く大きくなれるかな。特殊だからな。水牛ゴリラのおでこに生えてる草を食べたら解毒できるらしいんだ。水牛ゴリラはもう、そういうことな。パイベリーは村を救ってくれたヒーローだから、セラ姉ちゃんのことも助けてくれるって信じてるよ。はーい、絶対助けるからね。ゴリラグサか。水牛ゴリラどこにいたっけな。なんか見たことあるような気もするんだけど。水牛ゴリラ、モンスター図鑑にいるかな。魔物の水牛ゴリラ、あれ？いないかも。どの辺かな？いない。目的地とかって見えるんだっけ？中継。はい、ゴリラグサ、ララク村、東北部、北西部、東北部、北東部東北？北東部。あ、あった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 。あ、いたいたいた。こんにちは。どうも、水牛ゴリラ。ララク村で一番危険な動物であるが、危害を加えなければ安心。怒るほど力は強くなる。おっしゃ、もう負けないぞ。この水牛ゴリラの角ってなんか話題にあったよね。なんか交換とかそこら辺の。ゆっくぐも、うん、よし、もう完璧メンバーだよ、うちの。あ、やば、やりすぎだここまでやらなくてよかったやつだ。ごめんな、ちょっと本気出しすぎちゃった。あらららら、ごめんな。やったー。あ、ちょうどゴリラのおでこに草が生えてるよ。よーし、ゴリラのおでこから草を抜いてみようなんか悪いね。はい、パイベリーは水牛ゴリラの額に育った草を摘んだ。あれ、髪の毛まで抜いちゃった。ごめんね。ごめんね。ダビドのところに行こう。オッケー。やっぱりパイベリーならできるって信じてたよ。俺の姉ちゃんを2回も助けてくれた。うん、ありがとうございます、パイベリー様。こんなに何度も助けていただいて。かわいい。当然だよ、
ダビドは私の友達だもん。そうだ、ダルフさんから話は聞きました。新しい服が必要なんですよね。はい。あ、もうラルフが話してたんだね。早い。ちょうど服が手元にあるんですが、着てみますか。うん。おー、スカイレイク。バベリア町に納品するカジュアルな服。貴族の少女たちの外出着、戦闘用にはふさわしくない。わあ、俺も気になる。姉ちゃんが作った服はすっごくかっこいいんだ。みんなはあっち行ってて。なんで？みんな、女の子が服を着替えるときは一人にしてあげなきゃダメよ。俺たち友達じゃん。裸になって川で一緒に泳げるよ。ダビド。わかったよ。チェラ姉ちゃん、なんで怒ったんだろう。こっそり鉱山を探検したのがバレちゃったんだ。早く離れよ。全く伝わってないな。あらあら、かわいい。どうですか、気に入りました？うん、すっごく気に入ったよ。前とはまた違った可愛さだね。ちょっと大人っぽくなった。やっぱりすごく可愛い。三つ編みしてる。ダビド、もしかして私のこと好きになっちゃった？あ、違うよ。服が可愛いって意味だからな。あれ、あらあら、顔が真っ赤になってるけど。おやおや、違うって。ダビド、私は子供には興味ないもんね。大きくなったばっかりなのに。お前だって子供だろ。俺もお前みたいに早く大きくなりたいよ。なんで？私に告白したいから。あら、かわいい。タチウもかわいい。違うってば。そうだ、ところでパイベリー、アンナが最近来ないんだ。何か知ってる？ああ、そっか。みんなはまだ知らなかったのか。何？何があったの？伝えづらいね。ハイベリーはアンナが出て行ったことをセラの一行に伝えた。なんだって。嘘だ、嘘に決まってる。悪い勇士たちめ、絶対に許せない。アンナさんがどうして？この世界に正義の勇士なんていないんだ。勇士に憧れてたのにね。勇士になる夢なんか捨ててやる。それも悲しいけどな。みんな約束するよ、私が絶対に教皇を懲らしめるから。うん、もう二度と私たちがパイで築いた思い出を誰にも壊させないようにするよ。必ずそんな世界になるから。うん、もう少しだけ待ってて、私が約束する。そうよ、教皇が問題だからね、勇士。あ、村にもう一度出入りできるようになりました。やっと少し悲しみを乗り越えられたと思ったのに、アンナの話をしたら心がずっしりと重くなっちゃった。久しぶりにアンナの家に行ってみたい。行くか。はい、アンナの家を訪問。克服したと思ってたけど、今もアンナへの悲しみは私の心の奥深くに根付いてる。久しぶりにアンナの家に行こうかな。はい、ちょっと悲しくなってしまったところですが、今回はここで一回切ります。次回はね、村の方に向かってできることが増えてないか確認していきましょう。それではご視聴いただきありがとうございました。